ユンカース1388アメリカ軍に露革された13881388 13 13とは第二次世界大戦末期にドイツ空軍で使われた爆撃機である。開発はユンカース社であり同社の多様と機銃8 8の最終発展型であった。高高度において戦闘機を振り切る速度を出すことが可能で188 18の目指した。 戦闘機より早い爆撃機というコンセプトがようやく実現できた機体である。だが、本格的な量産体制に入る前に終戦を迎えた。AR-234 と並んで戦争末期でも生産が続けられた最後のドイツ軍爆撃機である。18、18は偵察機型、来撃機型、攻撃機型、夜間戦闘機型など各種発展系を出した。 傑作機だが爆撃機としての性能には不満が残るものであった。ユンカース社は後継として1288の開発を行ったが完成が遅れたため188を改良した1188を中継ぎにする。しかし結局1288の開発は失敗し、そのため1943年9月に1188をさらに強化した。 1388の開発を決定する。大きな改良点は、余圧キャビンとハイキタービン式火球機を備えて、高高度性能を上げ、ビブに13メートル MMG131、Z 連装機銃 f a 重等を搭載することで、あった。また、偵察機、夜間戦闘機でも、新型を欲していたドイツ空軍は、1388のバリエーションでこれらの機種を補う、ことを決める。 三機種は同時に開発が進められ、夜間戦闘機型が 1388J、爆撃機型が 1388K、偵察機型が 1388L と名付けられた。偵察機型は1943年末にプロトタイプが完成。試験飛行で良好な成績を残したためただちに、先行量産型の 1388L-0。 が作られ、試験飛行指令388で実用試験となった。その後も、偵察機型は 1388L-3 まで改良型が登場し、最終的に合計37機が生産されている。夜間戦闘機型は1944年1月に出来上がる。レーダー種が乗るため乗員は1名増えて4座となり、 胴体下部に 20mmmg151、20機関砲2門と 30mmmk108、機関砲2門が追加されていた。しかしその後の開発は遅れ、量産型の 1388J-1 が3機、できたところで終戦となる。当機は FA 銃刀を撤去し、敵機を下方から攻撃できる斜め銃として 20mmmg151、 20機関砲を装備していた。なお、1388J は、シュトルテベッカーという通称があり、これは、ファンザ同盟と敵対していた14世紀の海賊の、なだが、命名経緯は不明である。爆撃機型も1944年1月に、完成し、1388K-0 は10機、1388K-1 は5機生産される。 最大で3トンまでの爆弾を搭載することが可能で、高度1万メートル以上の清掃圏でも、時速600キロメートル以上の速度を出すことができた。また、飛行爆弾搭載型も計画され、これは、1388M と名付けられる。1388L-1 のものを示す。ありがとうございます。